判定女大学は、三島幸夫の評論、随筆。不道徳教育講座と同系列に属する随筆で、様々な角度から、定女、判定女とは何かを、基地、逆説、笑いにあふれた趣向で綴りながら、主に既婚女性向きに生活術的な女性論を展開している作品である。タイトルの判定女大学は、受教道徳的な女大学をもじって付けられた。 判定所大学と同様の趣向で男性論となるのが第一のせいである。1965年、産経新聞2月7日号から12月19日号まで、奥様日曜日ですのコーナーに計45回連載された。単行本は翌年1966年3月5日に新庁舎より刊行された。文庫版は、ちく文庫で刊行されている。 第1公館通学。第2公景別学。第3公空想学。第4公平和学。第5シット学。第6公芸術学。第7高食物学。第8高地理学。第9高社工学。第10経済学。第11公道制学。第12公成経学。第13高村経学。第14公義工学。第15高栄養学。 第16公共助学の全部で16項目に分かれ、規制の定助身に縛られている女性に対して生活を楽しむヒントを説いている。判定所大学は判定所とはどういうものであるかを、その条件などを考察して面白く説いたエッセイであるが、同時代表としては定助身に縛られていた動脈効果的な女性たちの肩を揉みほぐすような意図として受け入れられ評価されている。 田中美世子は、三島が終始一貫し、見えざる、不得に縛られた定女たちに対して、できる限りリラックスして、夫の呪縛を離れ、精神的な自由を獲得し、生き生きと生活を楽しむように教授していると、解説している。なお、判定所大学が執筆された、同時期には、小島の部の法要家族などが発表され、夫婦関係が、文学的にも、社会的にも、 話題とされていた背景があると、広瀬正宏は解説している。ちなみに三島は、産経新聞連載第32回目の第11行動性学にに筆者によるコメントとして、連載の途中から突然現れるというのは、気の利かないお化けみたいな出方で、恐縮としながら、以下のように述べている。分けても、この万事制度を行く、判定所大学のうち、持つとも、 逆説的な同性学の講義の途中から言ってこなければならない方々は面食らつけば偶然とされるのではないかと心配します。しかし、どうか講師の言うことにしばらく静かに耳を傾け教室でドタバタ足を踏み鳴らすようなことはないようにお願いします。日本全部が取り済ました PTA ムードへ傾いていこうとするとき私だけは判定所大学の名のもとに 何とか退屈な常識に足を取られないよう、そして笑いながら人間の真実を語るよう、これ務めている良心的講師を持つて自ら認じているのです。三島由紀を新しく読まれる読者にありがとうございます。